月収100万円になると書いて、ずっとそのことばかり考えてたら。ポジティブに過ごすことがこんなに難しいなんて思いもしなかった。本当に難しいね。頑張って心をプラスにすると、後からドバッとマイナス感情がきます。頑張るのがすでに間違いなわけだけど。仕方ないので、平常心を目指すことにしました。お坊さんの本を参考に心を毎日ニュートラルに保つだけです。この平常心を意識するようになって、実感としてはいいことが増えてきました。いいことを感じ取れるようになったのかもしれません。ポジティブや感謝が難しい人は、まずはネガティブにならない平常心から始めてみるのをおすすめです。引き寄せの法則についてのまとめでも、フラットに淡々とニュートラルでいることが一番引き寄せやすいという意見もあるから間違いない。ポジでいようとするとネガが湧くのは当たり前だからね。そのネガをやり過ごす術がないうちにポジになろうとすると逆効果になってしまう。ニュートラルに慣れていけば、ネガからの切り替えがスムーズにいくよ。平常心ってわかる気がする。月収100万円になるとノートに書いて、最初の1年は毎日そのことばかり考えてた。この1年は平常心って感じじゃなくて、本当に毎日お金欲しいってずっと思っていた。今月はこれだけ貯金して、来月はって感じで鼻息荒いイメージで、でもいろいろやってたらすっかり書いたこと忘れてたんですが、ついに旦那が独立開業して月収100万円になりました。それで達成してから、そういえば書いてたし毎日思ってたなって思い出しました。叶う前の忘れていた期間は、お金に関しては平常心と言われればそうだなと思う。その時できることをきっちりやっていく、そんな感じだった。最近執着してると叶わないって知って、最初の1年考えまくらなかったらもっと早く叶っていたかもって思う。もったいないな。ついさっき今年の初めに書いた引き寄せノートを見返していました。今までずっと彼氏ができなかったのですが、ノートに理想の彼氏像、性格は優しい、私は音楽が好きなので趣味を共有できると、ライブや旅行に行きたい、花火を見に行きたいなどやりたいことも書き込んでいました。そしたら今年の夏に本当に理想通りの彼とお付き合いすることになりました。花火にも行けたし、彼が好きなバンドのチケットが偶然当選して、秋に東京にライブに行けたし、ついでに次の日に東京観光もしたりしました。ノートに書いたこと自体忘れていたのですが、ただただびっくりです。これからも彼といい関係を築けたらいいな。1分間だけ好きなことだけを考えようというのにチャレンジしています。たった1分なのに雑念がどんどん入ってくる。だから何か好きなことやれってよく言うんだね。頑張らなくても集中して夢中になると一直線でそのことしか考えられなくなるもんね。私もやってみた。1分間好きなことだけ考えようと考えた結果、私は好きなことを書くことにしたんですが、星を眺める、お花を自分でアレンジして飾る、漫画読む、音楽聴く、動物をめでる、初めて行くお店や場所の散策など34個書けました。好きなのどんどん書き出してると、ネガティブ思考が止まるのがいい感じ。母親の口癖がお金ない、また丸万円使ってしまった赤字だなんだよね。だからどうにかやめさせたい。親が家の生活費管理してるから、嫌でも目に入ると思うんだけども、まあそりゃお金持ちではないから。言霊ってあるんだよとは言ってるし、書き換えるようにお金がたくさんあるというようにはしてる。これうちもそうだな。お金がない、お金がない言ってると本当になくなっちゃうよとかいさめてるんだけど、頑固だから聞かないよね。最近はもう諦めてて、自分の心の中で、いやお金あるし、めっちゃ入ってくるしって唱えて上書きしてます。私も同じことで、以前は嫌な気分でした。自分がいい気分でいたいのに嫌ですよね。
他人は変えられないっていう理論を支持しているならだけど、自分は相手も変えられると思っているので。うちはお金がたくさんあって母親もちゃんと管理してて安心して暮らしているって意識するようになって、かなり言わなくなってます。潜在意識ってつながっているなと実感。ちなみにこれは相手をコントロールするのではなくて自分の世界を変えるという意味でやってます。引き寄せで言われる叶った時と同じ感情になるっていうのをずっと勘違いしてた。皆が皆涙を流して感動したり喜びに叫んだりするわけじゃないのにそれやろうとしてた。それ叶ったら私はどんな感情になるかなって考えてみると、意外と無心だったりにやけるとか、心の中で小さなガッツポーズ取るとか、安心してリラックスしてるとか、嬉しすぎて固まるとかだ。もちろんサプライズとかだったら泣いたり叫んだりするかもしれないけど、全部が全部がそうじゃないって気づいた。それはあるよね。突然叶うような何かを人からもらうとかならハイテンションになるかもだけど、結構一歩ずつ叶うとこまで進んでいく願いって多いと思う。ちゃんとシミュレーションしないといけないね。お金入ってきたってしばらくやったら、家で1円見つけて次に300円見つけた。少額だけど、そんな家の中でも思わないところから出てくることってないから、驚きと嬉しさすごい。それとお金を発見した次の日に、家の中でなくしてた車の鍵を見つけました。どこを探しても見つからず、諦めてスペアキーを使ってたので嬉しいです。何回もありがとうございますって言いました。今度はどんな楽しい予想外なことが起こるのかワクワクしています。何かウキウキした気分で昨日義実家に行ったら、お使い頼まれたんだけど、お礼に商品券をもらえました。その商品券で地元のスーパーで新鮮で美味しいと評判の鮮魚コーナーのお寿司を買ったんですが、その時パックを手に取ったら、鮮魚コーナーのおじさんが4割引きのシールを持ってきて貼ってくれました。ラッキー。お寿司は地元産のネタも多く、大好きなウニも濃厚なのが乗っててとても美味しかったです。義実家に迎えられたばかりで人見知りでなかなか懐かなかったワンコが、昨日ついに私のそばに来てクンクンするとくっついてきて懐いてくれるようになり、これもとっても嬉しかったです。引き寄せとかの情報をネットでちょこちょこ見るようにしてからは、なんだかウキウキ楽しい気分でいることが増えました。そしたらラッキーなことも増えました。ありがたいです。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。